はい、どうも、カスボンです。今回はですね、えっ、ー、と、初心者講座じゃなかった。ごめんなさい。<laughs> 工場長育成講座、ファクトリーを工場長育成講座、特別編、番外編ということで、えっ、ー、と、イーサーターについてですね、説明していきたいなと思います。もちろん皆様ね、イーサーターの使い方っていうのは知ってると思いますが、意外とですね、えっ、ー、と、高速イーサーターとスタックイーサーター、実は運ぶ速度が変わらないよとか、ロングイーサーターっていうのはね、高速イーサーターより速度が遅いよということとか、知っているでしょうか まあ知っていると思いますが攻略サイトに書いてあるので知っていると思いますが一応そういうのも改めて紹介していきたいなと思いますでですね今回イーサーター紹介するんですけどでこういう情報元っていうのはですねファクトリオアットマーク JPWIKI さんの方から引用させてもらってますはい、で、まずこちらのイーサーター1個ずつ特徴の方を説明していきたいんですけれども燃料式イーサーター。 これはですね、一番最初作ることができるイーサーターですね、他のものと違って、電気で動かすわけではなく、中に燃料を入れて動かすようなものとなっております、でただですね、この燃料式イーサーター、中に燃料を入れなくともですね、ベルトに流れているものに燃料があれば、ですね、自分で燃料を補充することができると、今から試しに、ですね、この中に入っている燃料を取ってみると、はい、自分に一番最初、ほら、自分にね、燃料を入れましたね。 はい、で自力で燃料を補充することができるという特徴を持っていますでも今またね見てもらったら分かると思うんですけれども高速イーサーター超高速イーサーターのアイテムっていうのは取ることができません現在取ることができますがそれは研究を一番最後の段階までレベルアップしているから取ることが可能というわけですねでですね一番研究を一番最後に進めた段階でもです、ね、超高速ベルトに乗っかっているものは アイテム3つ目のアイテムを取ることができるとベルトで例えばーって流れていたら一番最初はする2番目はする3番目のアイテムを取って入れるという風な動作になります。 はい次、イーサーターですね。ここから電気を必要とするイーサーターとなってきます。でですね、えー、と一番最初に言っておきたいんですけれども、この燃料式イーサーター同様、ですね超高速ベルトに乗っかっているものっていうのはスルーしてしまいます。アイテムをスルーしてしまいます。なのでですね、研究を一番最後に進めた段階でも、ですね超高,速超高速ベルトに乗っかっているものは、1個目はスルーして2個目から取ることができますというふうになっております。 で,ですね、試しにそれをやってみたいと思うんですけれどもはい、例えば今ここにアイテムを1つ置きますと石炭を置きましたスルースルー、2つともスルーしましたねスルーしましたねで、次もう1個アイテムを置きたいと思いますはい取りましたねはい取りましたね 黄色のイーサーターというのは2つ目のアイテムを取ることができるとただし粘土式イーサーターは2つ目を取ることができずですねごめん <laughs> 3つ目を取るんですけれどもこういうふうに内側外側っていうのは別々の扱いになってくるので、はい、外側に3つ並べてやるといけるというわけですね はい、いけました。で、逆にですね、これ、内側と、はい、内側は今3つ連なった状態ですけど、はい、内側、外側は別々扱いなので取ることができませんよというふうになっております。なのでですね、えー、ともしあの、電気とかでよく、この燃料式イーサーター使われるんですけれども、間違えてですね、 超高速ベルトを引いてしまうとか高速ベルトを引いてしまうということがあればアイテムを取ることができないので充電ができないというふうになっておりますそういうそう,いう時はです、ねえー、とこのベルトを1、ね、周,周させるのではなく止めさせるベルトをここで止める行き止まりにすることによってアイテムが溜まっていくのでアイテムがもし停止してしまう場合は停止してしまえばアイテムを取ることができるというふうになっております はい、で話を戻していきたいなと思いますが次、この高速高速インーサーター高速インーサーターというのはこの黄色のイーサーターの約3倍の速度でアイテムを運ぶことができますよというわけですが実はですね電気の消費量がかなり高いというふうになっております、はい、で次、ですねログアームイーサーターロングアームイーサーターというのはですね通常のイーサーターの1.5倍の速度で運ぶことができますよと でただですね、他のインサーターとはこのなり、一歩先のものをつかみ一歩一歩、えーと、一歩先に置くことができるという特徴を持っております、はいで。次ですね、スタックインサーターですね、スタックインサーターというのはですね、えー、と高速インサーターと実は運ぶ速度は変わりません。ただですね、一度に運ぶ、一度に物をつかむ量が増えるということになります。 でちなみにですが、こういうイーサーター燃料式イーサーターというのは研究を進めていくことによってです、ね、一度に運べる量が増えていきます。で研究最大の状態でこいつらは3で、こいつらは12、スタックのやつらは12ですね。はい、で次ですね、えーと、高速イーサーターとスタックイーサーターにフィルター機能をつけたフィルターインサーター、スタックフィルターインサーターというのが存在します。 でこれは具体的にどういったものかというとですね、えー、と中にクリ、えー、と左クリックしたらですね空白が存在するんですけど、これに、ね、アイテムを指定することによって、ですねこのイーサーターが取ってもいいアイテムというのを指定することができます。なので、今から石炭を流しますが、石炭と核燃料、核燃料ですね、核燃料新しいアイテムだねでですね、ここに 石炭というのを選択すると石炭を取ることができますが、はい、こちらのですね核燃料核燃料というのはスルーしてしまいます,でです、ね、実はスタックフィルターインサーターフィルターインサーターフィルターインサーターは5つまでそれを設定することができ,できるんですけどスタックフィルターインサーターというのは1つになっておりますでこれはなぜかというとですね、えー、とアイテムにはですねそれぞれで一度につかめる量つかめない量というのが存在します今スタックインサーター見てもらったら分かるんですけれども 燃料棒をつかむときは、ね、1つで置くんですけど石炭というのは何個も一度に取りますね。でも核燃料を取るときは1本しか取らないというふうになっております。これはどういうふうに、ね、何が違いがあるのかというとですねこの石炭というのはワンスタックという数が決められています。ワンスタックというのはつまりどういうことかというと えっと、アイテムを持ったときにですね、はい、一番最高の数が50になりますね。はい。50で1スタック。イーサーターは50で1スタック。でも、この核燃料っていうのは1個が1スタック。という風になっていきます。えっ、ー、と、マイクラをやってる人っていうのは、スタックの意味っていうのは分かりやすいと思いますけれども、えっ、ー、と、1つのまとまりですね、1つの1ブロックに収まるアイテムの個数。 がスタックという風になっておりますでこのスタックが1つしか存在しないとスタックという概念が存在しないアイテムに関してはスタックフィルターインサーターは1個ずつしか映すことができませんでそれはなぜかというとアイテムボックスに映す際にスタックという概念が存在してしまうのでもちろんこれもね1個ずつしか置けないので1個,ずつしか1個ずつしか取って入れることができないと いう風になっておりますでですね、えー、と今から確認してもらいたいのが、はい、こちらのイーサーサー燃料式イーサー t ですね研究を進めることによってこいつらにもスタック機能をつけることができますなのでよく見てもらったら分かるんですけれども3つ運ぶことができるんですね今高速 e s a ーターなので1つしか掴むことができませんが黄色のベルトに変えるとこれ掴むなし 3つ運ぶことができましたね、はい、3つ同時に運ぶことができましたで先ほど、ね、説明したことをもう一度重要なので言いたいんですけれども燃料式イーサーターとスタックイーサーターというのは超高速ベルトからアイテムを取るには難しいというふうになっておりますでちなみにですねこの通常のイーサーター赤色のベルト赤色の、ね、高速 ベルトの場合ですね高速ベルトの場合は通常通り運べるのがイーサーターとなっておりますただし燃料式イーサーターというのは高速ベルトからも取ることができません研究を進めてようやく取ることができるというふうになっておりますでただアイテムを取るような条件というのが存在しますこのようにですねアイテムの動きがベルト上で止まるとアイテムが詰まってベルトの、ね、上を流れている動きが止まるというふうになればアイテムを掴んで送ることができるというふうになっております でですね、えーと、次ですね、こちら見てもらったら分かるんですけれども、高速イーサータ、スタックイーサータ、実は速度は変わりませんよということですね。はい、でもしこれにですね、アイテムがいくつもあればどういうふうになるのかというとですね、アイテムが複数ある場合は、 このように、もちろんですね、効率的な問題でスタックインサーターの方が一度に多くのものを運べるということになりますが、下から上に行く、右から左に行く、左から右に動くというアームの、ね、回転の速度に関しては、高速インサーター、スタックインサーターというものは同じようになっておりますというわけです。で、ちなみにですね、このような使い方できますよという紹介でですね、ロングアームインサーター2つ同時に並べることによって、 ベルトからベルトね、奥のベルト、奥のベルトっていう風に取ることができます。つまりこれはね、どういうものに使えるのかというと、えっと、うちの過去のマップで1箇所使っているところがありますね。バージョン、えっ、ー、と、3だったかな。3で使われてると思うんですけれども、こういう風に研究所を置けばですね、 手前のベルトを、奥のベルト、2本のベルトから取ることができるというふうになっております。はい。で、次になります。で、次どういう話かというとですね、このイーサーター、このイーサーターというのはですね、奥に物を置く、で、手前に物を置けないっていう特性はあるんですけれども、果たして取る側はですね、奥の方が、奥の方から取るのか、手前の方から取るのかという話になってきますが、 はい、見てもらったらわかると思いますけれどもえっ、ー、と奥の方に一番最初に取ってあとは全部手前の方を取りましたねはいはい手前の方が取りましたね一番最初に流した段階ではですね奥に物があったんで奥の方から取ったんですけれども こういうい風にですねなるべく手前の方から取っていくという習性がありますなのでですねベルトに流してですね、えーとまあ、かなり長いベルトでかなりその1本のベルトでかなりのね工場の組かなりの数の組み立て機を組むとか。 そういう場合ですね、アイテムの管理、あえてベルトに流しているアイテムの管理が難しいとなるとですね、まあ、こういうのが影響してくるということですね。高速 E サーターが手前のものばっかり取るから、奥のものが詰まっていくとか、そういうことが起こりうるということです。はい、であとですね、まあ、改めて言いますけれども、E ーサーターというのは、ものを奥にしか置けません。なのでですね、例えば、こういうふうにしてやるとか。 こういう風にしてやれるとかねそういう対応が必要になってきますねこうすることで2本に置くことができますねはいで他以上説明は以上になりますがあとちなみにですねこういう使い方もできますよという風な説明になりますが時々ねこういう使い方僕はするんですけれどもまあここにね間に箱を置いてもいいんじゃないかと思うかもしれませんがこの場合ですね 1>, 1個置いて1個取るという風になるのでまあこういう使い方もできますよというわけなんですけど実はですねこれね青色のベルトを置くと物奥がね物を流されていってしまいますで赤色のベルト赤色のベルトを置くと奥に物が取っていかれますですけれども黄色のベルトを置くとはいアイテムは奥に流れていきませんよとこういう風な特性を持っているのでですねまあもし注意的に見てもらえたらなと思います 例えば、ですねここにね、えー、と何かを作って例えば、ネジを作ってこっちに運んでここでサイエンスパックを作るというふうになっていればですね一番手前の方にすべて取られてしまうということですよね青色のベルトとか赤色のベルトを使わない限りですね黄色のベルトを使っていたらすべて手前の工場で使われてしまうとでも赤色のベルトを置くことによって奥に送ることができると。 そういう性能がありますので皆さんご注意ください。というわけで今回はインサートの説明以上になります。もしよろしければ高評価チャンネル登録の方をお願いします。また間違っている点や、えー、と他にもこういう機能があるよという場合は教えていただけたらなと思います。というわけで、バイバイ。